ペンローズタイルペンローズタイルとは、イギリスの物理学者、ロジャーペンローズが考案した、平面充填型で2種類のひし形によるものである。正多角形を利用した充填の場合、周期的なパターンが現れるが、ペンローズタイルは、他の平面充填とは違い周期的なパターンがない、ため、平面充填しようとすると非周期的な並べ方が強制される。 奇周期的平面充填の一種であり、二種類のみを使う唯一のものである。使用する脂形の形は、鋭角72度、鈍角108度のものと、鋭角36度、鈍角144度のものを使う。また、これは、透明量形多面体による空間充填系の二次元の投影図にもなっている。このペンローズタイルは無断で、 トイレットペーパーの図柄に使われたが、裁判の結果、ペンローズに対する不損を理由として、使用禁止となった。特許となったペンローズタイルは、ペンタプレックス社がパズルとして商品化している。また、近年、電気カミソリ用の網ンとして実用化されている。長い間どうやって作られたのか分かっていなかった、ギリータイルと呼ばれる中世イスラム建築の幾何学模様が、 ペンローズタイルになっていることを解明した論文が科学専門誌、サイエンスに掲載された。ギリータイルのパターンギリータイルによる区分け左半分をギリータイルによって表示した図。ありがとうございます。